ルバトしてます。こんばんは。目が腫れてる。お。今まだ負けてます。ちょっと唇何色？口塗ってない。塗らんと。やばいやばい。やばい。電波時計が壊れた。年越し。こんばんは。電波。今日の顔好きだな。本当に？今日朝からずっとなんかむくんでる。こんばんは。そう、抹茶ラテ美味しいかなって思って。にゃん。
やばい。やばいよ、負けそうだよ。美味しい、これ。ニット着てるんかと思った。そうですよ。ニット着て。はっ。ドラゴン出てる。やよ、合ってない。ガルストの時の写真じゃないですかね。あ、勝った。わーい。最後何もできなかった。いや、なんか寒いなって思ったけど、部屋の温度が これリセットボタン押していいんかな。リセットって何がリセットされるんじゃろ。目覚まし時間ぐらい。びっくり。あ、リセットされちゃった。遅刻設定。うう。2014年は生きてる私。2021年。おい、8月の、おい、18。今って AM ですか PM ですか。なんか24時間表示に、24時間表示だと思ってたんですけど、なんかわー24時間表示にならんのじゃけど。いや、このアラーム使ってない。にゃん。ずれた時間っていうか、これえ電波時計なのにさ、最初はだいたい合わせるってことか。電波拾ってくれよ。受信ボタンない。
レイブとか書いてあるボタンないの。ない、書いてはなんかこの画面に書いている、ないよ。今日前髪調子よき、いや調子悪気でした、悪気。そうだ、よしよし、そうそう、拾いには行ってるんですよ、自動で。それでは皆さん、私は七並べをします。こんばんは、今日はロケだったんですけど、湿気が強そうだったので髪をくくりました。こんばんは、タイパリメイク明日役会、あ、そうなんですか、めっちゃ可愛い、連れて歩けるの。こんばんは、じゃあ22時40分40秒から始めますね。40、40、ウェーブボタンが手動電波受信、手動？え、でもウェーブボタンないよこれ、私ダイヤモンドやってた気がする、自動じゃなくて手動？同じの使ってるけど強制受信がないだけで、そのうち違うよ、だよね。はじめまして、4040でいきます、4040。最近なんかさ、スケジュール帳がないと不安な人になってきた。紙で見たいみたいな人になった。自分のスケジュールどうなってんだってなる。同じの使ってます、真似したとも言うとも言うじゃないよ、
きつかった。スケジュール帳は買おうと思わなかったの？うん、毎年買ってますよ。毎年でも全然使ってない。昔は全部記憶してたタイプやったのに気持ちの変化やな。記憶、そう、でもね、なんかね、スケジュール帳としてのスケジュールはね、全然やってないの。まあ後から書くんですけど、メンバーの誕生日しか書かれてなくて、そこじゃないところ、あのメモ欄のところで、あのやってるの。なんか今年はスケジュール帳を使い切れるように頑張るっていうのを、さっき、あのチリパの時のね、1月のあれで言ったんですよ。だからやらないとなんですけど、まあ後から書きます。チンマイさん、ウィーウィッシュさん、ミチョールラブさんと当たりました。ありがとう。なんかね、マネージャーさんがね、 LINE のノートにその1ヶ月の予定をね、全部まとめてくださってて、もうそれ見た方が早いからさ、そればっかり見てるし、自分の予定なんて入れないのでもう仕事ぐらいしかないから、予定こと足りるんですよ、そのマネージャーさんのノートだけで。やばい、バーストする。あ、破滅に導いたな。バーストした。だからだいたい1ヶ月が終わるくらいに、そのマネージャーさんのノートをこっちに書き写すっていうでもなんか前まではその月が来る前に書いてたんですよ。結局見なかったりするんですけど、でもこれめっちゃいい。これ無印で買ったんですけど、大きさちょうどいいし、このね、こういう予定もね、書きやすいし、とてもいいです。これはとても素敵です。今の2022年の1月でした。これはね、だから真っ白。それ6月まではね、めっちゃちゃんと書いてるんですよ。はい、45分45秒でいきます。ノートも、あのメモ帳もね、めちゃめちゃいっぱいあるし、このメモ帳を使うんですよ、私は。もう早くお部屋を自分の思ってる感じにしたいから、前も言ったんですけど、お部屋のレイアウト
を考えてこのノートに書いてるんですけど、それを見ながら次はどこから攻めようみたいな。感じで、あの家にいない時とか妄想して、家にいる時はこれを見ながら、よしじゃあ次はここにはこれを入れようってやったりとかしてる。よしおしゃれね、ここら辺これ緑買ったんですけど、違う間違えた、グレーだそういろんな色ありました。言うて 3,4 色ぐらいかな。ありましたよ。一目惚れで買ったの。なんか無印女子になりたくて、とりあえず無印行ってみるかって言って、行って一番いいなって思ったスケジュール帳を買いました。45ひょうさん、せきさん、さとるさんと当たりました。ありがとう。メイクポーチも無印、それならプレゼントできるね、 LINE 送るね。大丈夫ですよ。ちょっとスケジュール帳は自分で買って買いたいタイプなのでありがとうございます。新年の始まりっていうか、また新しい始まりだから、自分でゲットして頑張ろうってしたいので、スマホカレンダーは書かない。こんばんは。ハート出して、ハートハート出して、ハート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 出して、ハート、あー、ファーストスタン、ぐねね。ひょえー、4949でいきます。4949シクシクでいきます。うちのお知らせ的なツイート言ってもすごい分かりやすい、ありがとう。何のツイートだ、ありがとう。カレンダーのメモ帳ってすごい素敵な部分。無印のカレーがうますぎるね食べたことないけどめっちゃ話合わせる人になっちゃったねって言って食べようとは思ったんですけど選べなくて、そう買いに行ったんだけどね。いやー反省反省すいませんよ。最近唐揚げ揚げたくにハマりました。あ、もしや私のおかげですか
いや本当にあげたくんに出会う人が増えて嬉しいです。私は、私がね出てなかったら、もしやかしたら出会わなかったかもしれない方々がそうして出会えたというのは感慨深いものがあります。オンツが W がつぼすぎて今日も持ってきたどういうことや。うん、りょうすけ、ピンクさん、きみさん、にしへいさんと当たりました。ありがとう。未知の宣伝効果だけど面白い。そうなんですよ。いや私も面白くて好きで、あげたくん好きなんですよ、いつか出たいんですよっていう話をしてて出させていただけたんですよ。だから私も一ファンだったんです。だから皆さんと、皆さんにそれ、この面白さを知ってもらえたことが嬉しいし、それが私がきっかけってなということがさらに嬉しいんです。プチパチプチパチあげて、プリパリプリパリあげて、チートあげすぎ、何もあげる気、この変な口の皮ベロ慣れて、ハート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 、おう、トンネルしないで、トンネルしない、イエーイ。みんなもうカツカツじゃん。私もカツカツなった。ウェ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 、押してください。あーバーストしちゃった、バーストした。じゃね、次ゴシゴシでいきます。ゴシゴシ、口の皮って口の中のことよね。あれって粘膜だから皮じゃない面白い、細か細か人じゃん。ラグで配信でみちが丸々出してって言ってもゲーム内では間に合わない。いや間に合わなくていいよ、言ってるだけ、独り言です。これは訴えかけてない、ゴシゴシです。ハルストさんも1ページ丸々フルカラー見ちゃ、まだ見てないんですよね。ガルストさん早く見たい、緊張する、どんな顔なのか。逆にラグありがとうって感じ。ラグよありがとう。銀座にできためっちゃでっかい無印は行ったことある？ない。いいな。
ガルストの個人情報欄が謎でした。そうなの。それは皆さん大注目です。ゴシゴシ。イケアって広島ないよね。広島パルコの無印が最強。うん、2階建てだしね。3、4。あら、あまり当たらなかった。73推しの方とココア推しの方とバニラさんと当たりました。ありがとう。できる予定はあった。ああそうだね、聞いたことあるけど。なんかイケアのさ、ぬいぐるみがさ、ずっと気になってて。イケアに憧れてる。イケアのレストラン、へえ。コストコの会員になりたい。これは果たしていい選択だったのだろうか。出して、ナイス。ご両親会員じゃないです。でも行ったことはある。友達に連れて行ってもらって行ったことはあるんですけど。ありがとう。わーい。1位。そうそう、コストコ大きなサーモン買いに行きたいんです。あれはいつものやつは違う。コストコで大きいサーモン買いたい。会員になろうかな。ごくごくでいきます。ごくごく。コストコの大きいクマ欲しい。置くとこないけど。わかる。私もずっと欲しかった、学生の時。今はもういいけど。コストコ会員を持ってる。そのモテはいい意味のモテですか。確かに一緒に行く人はいそうだけど。コストコ会員です。あ、いた。ちょっと広島来て。一緒に入らせてください。持って帰るの大変。うん、いや、学生の時はそのクマをもうベッドにしたかったの。昔食べたコストコのショートケーキ美味しそう。なんかでっかいさ、
ティラミスとかありますよね。ボスの抹茶ラテ、みんなすごいね、アンテナが張ってんね。その点イケアのサムサイの方がいいな。みほりんがよくコストコ行ってる。そうなんだ、テラミス買ってもなかなか減らない。確かに当ててすまん。いいよ、なんで。確かにな。でも年会費とかあんまり気にしないんですよ。年会費何円なんだ。上野さん、牧村三井さん、シギさんと当たりました。ありがとう。パーティーしたい。私はね、コストコのね、あのカフェみたいなのあるじゃないですか、隣にコストコについてるやつのピザと、あとコストコで売ってた、でもこれコストコじゃなくても買えたんですけど、あのコストコで売ってた、なんか何、チョコレートブラウニーがめっちゃ美味しくて覚えてる。あのなんていうやつだっけ、あれピンクとなんかちょっと薄い黒の絵みたいなやつの女の子が乗ってたりする。コストコで爆買いしたみたいな YouTube 見たりする。する。爆買い系の動画好きです。なんか YouTuber さんとかもさ、めちゃめちゃいろんななんかセール爆買いとかさ、いろんなもの爆買いしたりするじゃん。どこにやっとんかね、そのものたち。って思ったけど、私も48グループさんもさ、あのね、話し会握手会のために服買えるじゃん。どうしようんじゃろうって思う、みんな。吉原さんの爆買い動画とか見てると楽しい。すごかったですね、この前の。いろんなあのブランドのやつ。今日からムラデールやってますね。返信ありがとう。頑張ろう。自炊。4分4秒からいきます。4分4秒おしめんだ。あ、やっほー。定期的に後輩にすんすん。でそらはちゃんが欲しいって言ってきた。私が最近断捨離してるんだって言ったら、キャリーバッグ持っていきますねって言われました。のばめの返信心の中でして終わっちゃう。伝わんねえよ。もうすぐ1、2、3、4。
藤原さんの日記見てます。としや615さん、ミーウィッシュさん、渡辺なつきちゃん推しの方と当たりました。ありがとう。全部もらっていきそう。え、本当に嬉しい。村田よりって1日何回くらい見てるんですか。え、結構ツイッター開いたら見るから、どのぐらいだろう。分かんないな。結構YouTube 気づいたら2時間見てたとかある。いやもうザラにありますね。バーストした。気持ちいい。返信の人あげます。いい、ありがとう。気軽にしてね。88でいきます。88。私の動画とかどう思ってますか。うん、昔のことだから載せなくてもいいのになって思ってる。見てるんだなって思ってる。釈迦なので返信して秒で消してます。なんでやねん。最近村出るで返信できてない、ごめん。朝の配信だけで申し訳ない。いいよ全然。村出あるか。お前め関係ないこととかもよく書いちゃう。ぜひぜひ。そう言われると寝ようと思ったけど返信しなきゃ。行数多くなると短いのがいいかなって悩み。そうそう、だから村田よりは短いんですよ。こんばんは。いや、あのね、別にね、どっちでもいいんですよ全然。返信してくださったら嬉しいしいいんですけど、村田よりの返信を見てさ、村田より撮ってない人がどんなメール送ってるんだろうって興味を持ったらさ、皆さんがさ宣伝塔になってくださってるってことになるじゃないですか。88よ、18じゃない、88分8秒。それってすごくありがたいことじゃないですか。もう私に限らず推しがいる皆さん、それっていい、いいことだと思うので。トントン21さん、愛こじ推しの方、サラピ推しの方と当たりました。ありがとう、ありがとう。 DD はハッシュタグ付け間違いだけは気をつけて。確かに。あれじゃん、彼女の名前読み間違えるみたい。確かに村田よりってなんやねんって興味持ったの覚えてる。ほんと？あ、センシティブフ見えるよ。こんばんは。そうそうそう、こんばんは。
謎解きはディナーの後で懐かしい。君で統一するといい。君はやだな。でも君さ、君、難しくない？呼び方君って。12分12秒でいきます。君って呼ばれるのちょっと好き。どんな感じで？今日の村で食べ物のダメで。確かに君、どういう流れで君言うんだ。アニメの見すぎ。先ほどは大変ありがとうございました。あ、ありがとうございました。12分12秒です。君だからだよみたいな。君のせいだよ。君ってやつは君推しからファンには君はいいよね。確かにね、確かに。やっと守りたいものができたんだ。君だが君史上一番好き。それは素敵ですね。 R さん、シギさん、カズノリさんと当たりました。ありがとう。なんて呼ばれたいかな。もう僕は君以外見えてない。ねえって呼ばれたい。確かに女の子のねえかわいい。男の子のねえはあんまりわからんな。想像できん。呼んでみてくれてありがとう。年取ってきたら年下からのくんづけにケンケン。あ、確かに。まあ、16分16秒でいきます。1616。大変ありがとう。ありがとう。女の子のねえは欲しいもの買っちゃうねえ、これ欲しいって。名前呼ばれるとキュンってします。呼び捨てで。ほう、皆さんのキュンポイントは何ですか。1616。なんか名前呼びとかじゃなくても、シチュエーションによっては敬語も嫌いじゃない。
嫌いじゃない。それ引っ張っていってほしい。と名字呼び捨て。ああ名字呼び捨て。気になってる人からの呼び捨て、見つけて走ってきてくれた時。見つけて走ってきてくれる男性なんているんですか、この世の中。おじいさんと同い年の人に腕を捕まってる時。ほう、キュンキュンなんですね。読めんわ。16秒に集中して、じゃあ吠えるよ。指でツンとされて後ろから誰だって言われるとキュンキュンのキュンキュン。くっ、やよちゃん推しの方、坪井雄介さん、せいがさんと当たりました。ありがとう。私は飛んでるされた。男女問わずなんですけど、ねえねえって言った時のあの不意のんがいいと思う。何とかじゃなくてんの一言。言ったことあるっけ、んってよくない、んなんかあさりげないんだなみたいな。メンバーとかがんって言っててもお今のはさりげないんだなって見てたりします。シャイ、わかる。完全にコッコで想像できました。言ってたっけコッコ。マニアックすぎません？そうですか、結構あれかと思った、好きかと思った。みんな僕やん僕やん面白い。うんって言ってるっけいいですね。20分20秒でいきましょう。僕やん、いい。今度からお話し会でんって言いますねやめて狙ったんはダメなんや。ある程度親しくないと自然に出ない。そうなのか。松田さんありがとう。無心に言ってるところがいい。うんうん、はにゃわ、はにゃわかわいいね。まずねえねえって言われることがない。そっか、今日からうんしか言わなくなりますねいやでも本当にあのね、あのそうそうそう、狙ってないようなうんがうんじゃないと。コメント欄で運が急増してキュンと終わらなくなってる。なんであなたが そうなんですよ。
でも誰だろうな、うまい、うん、純喜さん、ポッポアルバーンさん、ちょうちゃん推しの方と当たりました、ありがとう。上司からうわゾクゾクする、うん、うん、誰だろう、うん、うん、上手な人、確かにおきちゃんとか上手かも、でも、おきちゃん、え、何ですかっていう気がするな、ん、ふーちゃんとかもんって言ってた気がする。でもピオナソのなんかピオナソはんーって感じなんですよ、その激わざとなんーも可愛いそう、なんかもういかに自然かか、いかに狙ってるかどちらか、両方聞きますけど極端がいいんですかね。ひなちゃんは本当になんか顎が顎を突き出して揺らしてる感じする。あれマスト、クローバー出して、クローバー、そう、あーバストした、あざといよね、そうそう、ってやってる、すいませんでした、いいやん、かわいい、もうなんかえもうなんか顎よしよししてくださいって言ってるようなもんじゃんみたいな動きするから、こうやってこうやって やっちゃう。ピヨちゃんの TikTok で落ちましたかわいい、そう、タマピオはもうよしよし大将、25分25秒でやります、トゥル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 ル、ただいまに対する廊下向こうから顔出しのお帰りにキュン、うわいいですね、それは一緒に住んでなきゃあれじゃん、疲れも飛びますね、顔バレすぎ、ありがとう、みちにもできるよ大丈夫ねえ、できるかな、うん、いや無理ですねちょっと考えたけど無理でした、教えてっつって、何選手権ですか、うん、選手権、みちのあざとい感じの破壊力マジでやばい、本当きついきついうん
どういうタイプ、どういうタイプなんだろう私は。わかんないな。みちはナチュラルだからって僕が言ってました。うん、選手権チーマイちゃんと見えんな。ユリニャとリカちゃん推しの方に当たりました。最近のおはようツイートはあざとさの塊の気が、そう、どこが、遅くないでしょ。今日も良かった、イエー。確かにでもあざとい女の子はもう正義、可愛いよね。おはようツイートがあざといって人もいるから、やば、あざといの基準ガバガバじゃん。その人なんでおはようツイートがあざといあざとくないでしょ。うん、ファーストスター、うちはあざとさの塊だと思ってた。ほんま？分かってないな。今日の道かわいい。嘘だ。ねえねえって言ったらんって返したら、ねえねえって言われてんって返したら、んって返されて二人で笑い合う世界行きたい。あざとい男の子好き？あざとい男の子？顔が横向きなのは基本あざとい。なんでやねん。面白い。両手を使ってねえねえって言う人どういうこと？ねえねえねえってこと？そりゃあなかなかおらんな。リアルにねえねえって言われたらなんじゃいって答えちゃう。俺のこと好きやろ？あざとい男の子のものをね、ほえー。緊張です、ファイト。俺のこと好きだろ、俺のこと好きでしょ。いやーちょっと私は違うかな。ってなりそう。いや分からん、どうなんだろう。そんなこと言われたことないからな。こんばんは。そうやね、もう漫画の世界、少女漫画。何フェチ？え？
なんだろう、わかんない。あさとい男子枠目指そうかな。いいじゃん。ぐいぐい男子はダメ。いや、わかりません。自信、なんか自分に自信は持ってては欲しいけど、言葉にはして欲しくないかもしれない。漫画のキャラにキュンとすることはある？いや、ある。もう私だってあれだよ、あのなんていう名前だっけ、ちょっと調べよう。あの人に惚れてた。川澄くん、日々町長の川澄くん。ほんまにかっこいい。川澄くんかっこいい。川澄くんはね、空手をしてるんですよ。恋愛と友情だったらどちら、どっちを優先する？スイッチスイッチ。もっとメジャーなキャラにして。いや難しい。日々ちょうちょう、ほんまにいいよ。ちょっとあんまり覚えてないけど、スイレンちゃんが可愛いし、カワスミくんかっこいい。日々ちょうちょう見てみてください皆さん。私あんまり少女漫画、昔は読んでたけど最近読まないけど、日々ちょうちょうがあの実写化したらちょっと悲しむぐらい。うまるちゃんのお兄ちゃんはかっこいい。確かにかっこいい。います。とりあえず今度の話からメガネね、メガネなんですよね、かすみくん。ほんまにかっこいい。3535からやります。3535。川澄くんはいるんだけど、うん。メガネ男子好きなの、好きなのかな、わかんない。メガネ男子、いやでも全然川澄くんはあざとくないよ。3535でいきます。の読んでほしい、日々ちょうちょう。本当にね、私も読みたいな。
日々ちょうちょう久しぶりに。電子版あるんじゃない、わかんない。なーちゃんみたいにゆり漫画見ますか？見たことないです。見たことない。しぎさん、あきさん、しんやけん先生さんに当たりました。ありがとう。そういう系あんまり見たことない。 BL もない。あ、なんかね、おきちゃんのねプレゼントになんかそういう系の、あれどっちだったっけ、女対女か男対男か忘れてたけど、あ、女対女か、なんかおきちゃんがプレゼントでもらってた、もらってて事務所で一緒にいたから、その時にちょっと、あ、そうだ、女対女だった、思い出した。そう、見たけどあんまり見ててないです。でもジャンガあんまり読まないかも最近は。男の人、あ、大変、男の人が読むようなやつとかな方が。やばいやばい、めちゃめちゃ止めるやん。皆さんは読んでるの？そういう漫画。そっかそっか。青い花。青い花はどんなの？月刊少女野崎くんは少女漫画じゃないか。ああ、月刊少女野崎くん、あれこないだ告白したよね。40分40秒でいきます。あのもおかしい花言葉は枯れた。うおー、はいはい、めっちゃ好き、月刊少女のざきくんの歌。君じゃなきゃダメみたいもめっちゃ好き。そうそう、君じゃなきゃダメみたい。こんばんは。あのおかきのなんかすごく優しくて、君じゃなきゃダメみたい。オリミア見てない。うん、いや私も読みたいな、日々長調。そんなことより早くミチの断層が見たいんですか、まだですか。断層したい。ジューシー落としてた。そういうのも平気だと思ってたけど違ったのか。そういうの、でも別に平気ですよ、見る分には。学ラン絶対に
ダンスをするなら学ラン来たい。私もラン来たい。なんて読むの？香川のツアーで友達がみちさんに大釣られしてました。本当に？友達しぎさん、えいちゃん推しの方、アンピー推しの方と当たりました。ありがとう。こうくんめっちゃ逃げ、悲しい。田中さんはそういうのは無理な人でしたからね。でもノリノリの時もあるんですよ、本当にたまに。よく覚えてますね。無理そう、そうそうそう。無理だったんですよ。最後まで言ったけど、休み、おやすみ。44分44秒でいきます。おきちゃんとキスできる。どうですかね。どうでしょう。悩むんかい。女子同士が手をつなぐのは実は理解できない。でも確かにそう考えたら自分から行くのはここぐらいだったな私って思いました。今したことあるか。ウケる。おきちゃんになった途端ガチなニュアンス出てくる不思議。でもおきちゃんは危ない人だからね。私も私で。受け身なので。そうやな、ここぐらいだった。妄想済み。そんな妄想しないですよ。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。面白い。福ちゃんは許せん。福ちゃんと同室は避けたい。面白い。確かに福ちゃんは僕も反対派です。上野さん、おお、ゆきりこ推しの方2人と当たりました。ゆ
稽古も今やってるんだね。あ、湯切り方あってた。頑張りか。みちゅが手つないできたとか田中さんに自慢されたの思い出して泣けてきた。確かにな。くちゃんとは反対派なので僕もごめんね。しないで、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 よし。一位だ。くちゃんは誰とでもじゃなきゃな。くちゃん誰とでもなんですか。おめでとう、ありがとう。くらには葵ちゃんがいるもんね。でも葵ちゃんはそういうの無理そう。なになになに。何何何ってなってそう。何何何って言いながら避けて、で避けきれたら受けるって言ってそう。こっちは絶対無理ない。ちゃんはトロにも甘えてたイメージ。いや違うんですよ。そのトロが一番最初の本命だと思う。そう、トロが卒業したから私に来たんだと思ってる本当に。ソラハちゃんもそういうの無理ですよ。私が言ってもソラハちゃんは「え、何ですか?」ってなる。絶対50分50秒でいきます。無理です私って言ってそう。キリカは道内2人と当たってて、ああそうなんや。一緒ですね。私もゆきりか推し2人と当たったから。うちの STU 名の恋愛いや別にそんなことないよ。無理じゃない人って一体。 STU の世界線いいね。よーい、おきちゃんはもうシンプルにヤバい人そう。でもおきちゃんから返信返ってこないんですよね、 LINE 送ったのに。悲しい悲しいことに。よく抹茶ラテの話するからさ、今日新しい抹茶ラテをさ買ったよって連絡したのに返ってこない。キちゃんについては反論ない福ちゃんと以外のユリなら応援してるなんで福
ちゃんって誰だっけ。同回数が1000回なんや。ちゃんは一回マイキを逃がしのチューしてたの見たことある。え、どこで？きちゃんの世界線好き。世界線。世界線。美味しかったよ。起きたらみちからのラインで。今日キラン、うん、もう慣れてるよ。 B ウィッシュさん、ゆりかみちみほさん、米印さんと当たりました。ありがとう。確かショールーム、ショールームでそんなことしたの？大変。福道賛成です。そうなんよね、賛成派もおるんですよ。一定数、一定数もおらんか。福ちゃんへの、福ちゃんのメンバーへの通算中。いや、福ちゃんは少ないとも、起きちゃうのが多いじゃないですか。分からんけど。のみちゃんとキスしてみたけど気持ちよくなかったってラジオで言ってたにゃ。にゃじゃないよ、そんなこと言ってるの。 STU ってやばいグループじゃん。知らなかったんだけど。大変じゃん。おもろ。すごいな。やばくてくさね。ねえ、ほんとだよ。どうせそう。注意はできないですよ。だってね、好きなものは止めれないじゃないですか、きっと。分からんけど、他人がとやかく言うことじゃない。昔は朝からイチャイチャ配信してた。最近の道置きは昔の置き前を感じる。全然そんなことないです。全然ないです。いや、すごいな。面白いな。それ出てない。やめてやめて。59分59秒にしよう。最後は真っ赤。いやだってすごくない？お酒飲んでも顔赤くなら道が赤くなる。お酒飲んだら赤くなるよ。笑いすぎて顔が痛い。みちゅから大きぽだと思ってるけど正しい？いや。
わかんない。楽しくないよ。おきちゃんのことは好きですよ。よそい。いや、それなんか何て言ったらいいのかわかんないけど、なんかそのいや、私はメンバーのことはそういう対象というかそんな感じで見たことないです。はい、好きって言ったぞみんなも中学生じゃん。いや、好きは好きよ。でもみんな好きです、私。うん、おきちゃんは危ないですよ。なんか一緒に舞台出てた時、ね、一人でご飯食べるの寂しいけん一緒によく結構食べてたんですけど、なんかホテルとか行っても部屋に一回自分の部屋戻って一緒になんか食べたりしてたんですけど、 そこなんか自分が先に寝ちゃって、その時になんかどうしようって迷ったんですけど、でもとどめましたみたいな。おきちゃんがね言ってたの、なんか何言ったらいいのかな、飲み会みたいなやつ、飲み会配信みたいなやつ、お取り寄せ会ふーちゃんと3人でやった時に暴露大会みたいな話になって、そう、いや今ならキスできるんじゃないかって思ったんですよって言ってたの。そう、だから私は全然知らなかったんです。だから寝てたから。そう。何を言ってんだって思う。秘密にしてたのに。秘密だったのこれ。確かにあの場のね、ごめんなさい。この場だけにして。で。キュッて落とした。動揺してないよ。されてそう。あ、実はとどめたって言ってたけどいやー本当に、面白いなはい、それでは壇上を読みます。13位シギさん、12位ギルスさん、11位長谷川さん、10位 M ケンさん、9位オオカミさん、8位マサさん、7位美月に膝枕されたいガチ恋さん、6位キミさん、5位ダダダダムヌさん、4位ホジェさん、3位ツボユウスケさん、2位セディアさん、そして1位はドルルンジちゃん中原さんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルンジちゃん、マモルンさんでした。ありがとう。それでは今日も一日お疲れ様でした。59分59秒に最後七並べをします。ありがとうございました。はい、皆さんも興奮を冷まして早く寝てください。うん、はい、バイバーイ、おやすみなさい。皆さんの STU ナンバーワンカップリングを考えながら寝てください。誰と誰がいいねみたいな、ぜひ今度教えてください。バイバーイ。